古代イスラエルは伝説的な大祖アブラハムの時代からユダヤ戦争終結までのイスラエル古代史を概説する古代イスラエル史は旧約聖書に基づく記述が多く見られるが考古学的事実や他資料からの裏付けが取れている部分は相当に少ないイスラエルの古代史は文書資料としての旧約聖書が圧倒的な存在感を持っていたために 長らくこれに習うか、神話的な部分を合理的に解釈し直したものを、史実としてきた。しかしながら、同時代の文書や、考古学的資料によって裏付けされた事柄は、さほど多くない。紀元前14世紀頃のエジプトの文書では、アピルと呼ばれる集団が、パレスチナで略奪行動を行っていたことが確認できている。このアピルは、民族名を指すものではなく、 奴隷や傭兵にもなった、非土着系の無法者やならず者といった、社会階層を指す言葉であった。多くの学者がこのアピールとその後のヘブライ人の、カナン進出に何らかの関係があったと考えているが、定かなことは分かっていない。また、紀元前1207年の出来事を記した、エジプトのイスラエル石碑には、イスラエルという言葉が記述されており、 この部族集団の実在を確認できる最古の文献とされている。紀元前1200年前後は海の民が南西の海岸平野からシリアや河南地方に侵入してきた頃であり、それを代表するのが旧約聖書にイスラエル人のライバルとして登場するペリシテ人である。イスラエル人はこれと同時期に山岳地域から河南地方に進出してきて、 ペリシテ人と衝突を繰り返した。最近の考古学調査では、ガリラヤ山地、中央山岳地帯、南部、ユダヤのネゲブ北部などに、前線2 0 0年頃から居住地域が急増し、西部に勢力を広げていったことが確認されている。この動きの中に、イスラエル人たちの部族が含まれていたことは、間違いがない。ヨルダン川東岸の山岳地帯から、 カナン地方に進出してきた前述のイスラエル人たちの出自は不明である。イスラエル人たちが始祖とするアブラハムは旧約聖書によればカルデアノウルからカナンの地へ移住してきたことになっている。このカルデアノウルを南部メソポタミアのウルとするのはレオナード・ウーリーによって始められてから考古学者や歴史学者に支持されてきたもののバビロニアからの移住は考えにくく。 メソポタミア北西部からの移住だとする見方もある。彼らの出自としてはこの他にも、カナン諸都市の周辺部にいた、繁遊牧民たちが、産地に逃れて定住したとする説、カナンの諸都市の奴隷や、仮想民が都市を逃れて定住したとする説、アラム地方から移住してきたとする説など様々である。おそらくは多様な出自を持つ人々であり、この中から、 ヤハウェ人信仰を共有する部族がまとまって、イスラエル部族連合が形成されたのであろうと考えられている。旧約聖書の創世記には、アブラハムのこの遺作、遺作の子ヤコブが、後の古代イスラエル人の祖先であるとしている。しかし、この三代の族長は、もともとは別の部族が保持していた、族長伝説が合わせられたと考えられている。 アブラハムとイサクの記述には圧倒的に南部ユダ地方に置かれた証書との関わりが記されているし、ヤコブの記述にはサマリア地方やヨルダン川東岸の聖書が言及されていることから、アブラハムとイサクが南部のユダヤ系、ヤコブが北部やヨルダン川東岸系の部族の属徴であったことが推測されるのである。イスラエル部族連合がその結びつきを強固にして、 祭祀、伝承、神話を共有していく中で三代の族長の物語が形成されていったのだろうと考えられる。旧約聖書の中でも大事件として扱われるのが、モーセのエジプト脱走である。それによれば、ヤコブのこのヨセフの時代に、イスラエル人はエジプトに移住し、エジプト王の皇宮を得て栄えたが、王朝が変わって迫害が始まり、 イスラエル人たちはモーセに率いられて、エジプトを脱走し、40年間荒野を放浪して、約束の地であるカナンにたどり着いたというものである。この放浪中のシナイ山で、イスラエル人たちは、神と契約を結んで十回を授かるなど、ユダヤ教の中でも、極めて重要なエピソードであり、カリアンの祭りなどの形で、現代のユダヤ教にも継承されている伝承である。 旧来の解釈によれば、イスラエル人たちを交遇した王朝は、紀元前1730年頃から、紀元前1580年のヒクソスであり、ユダヤ人を迫害したのは、イアフメス一世が建国した第18王朝、モーセのエジプト脱走は、諸説あるものの、前13世紀の第19王朝ラムセス二世紀の時代である。しかし、文書資料が豊富なエジプト側には、 一切の記録がないことから、旧約聖書にあるような総年男子だけで60万人という大規模な脱走事件が起きたことは想定し難く、ごく少数者の脱走事件であったのだろうと推定されている。前述のイスラエル部族連合の中にカリスマ的指導者に率いられてエジプトから脱出してきたという伝承を持つ部族が、 あって、その伝承が部族連合全体に広がって共有されていったのだろう。さらにエジプト脱出の伝承に、シナイ山における神の権限に関する伝承が結びつけられて、シナイ山での契約の物語が成立したものと考えられている。前述のように、紀元前12世紀頃からイスラエル人たちは山岳地帯からカナン地方に進出した。これを描いたのが、 旧約聖書の吉明と四式である。この寝室が敵対的信仰だったのか平和的な定住だったのかについては諸説あるが預言者的かつ軍事的指導者である死死が相次いで現れてイスラエル人全体を導いたとする旧約聖書の記述などからは敵対的信仰が多く含まれていたことは確かである。ただし旧約聖書の描く死死は 神の意志を伝えるシャーマン的な女性、特定地域で住民同士の様々な問題の仲裁に当たった、少子市、一部部族の軍事的指導者たる大子市など様々である。旧約聖書の編纂期に、これらの人々がイスラエル全体を裁き導くカリスマ的軍事指導者の系列としてまとめられたと見る必要がある。紀元前830年代のレバント地方の勢力図、 ユダ王国イスラエル王国、ペリシテトシ州フェニキア人、アモンの王国、エドームの王国アラムダマスカスの王国アラム人、アラブ族ナブアツ族アッシリアモアブの王国、サムエル記によると、紀元前1080年頃ペリシテ人が北部のガリラヤを制圧し、その地域のイスラエル人が奴隷となると、最後の死地で預言者でもあったサムエルは、サウルを初めてのイスラエルの王として認じた。この王は、 ペリシテ人との戦いの必要から出た軍事的な指導者であった。サウル王の死後、サムエルに見出されたダビデは、南部のユダ族をまとめて王となり、とヘブロンを中心とした王国を建てる。これに対して、北部イスラエルの11部族は、サウルの死後、その子イシュバールを王とし、とマハナムを中心に王国を建てた。これらに王国の内紛は七年以上続くが、イシュバールの死後、 両国はダビデを王として認めることで和解した。紀元前995年頃、ダビデは両王国の中心に位置するエルサレムのエブス、ビトを倒し、以後、ここを拠点に、ペリシテ人らを退け、イスラエル王国を築いた。ダビデの死後、紀元前963年にその子の一人、ソロモンが国王を継ぐ。ソロモンは引き続き国の体制を整え、諸外国との交易を盛んにし、 またエルサレムに大きな神殿を建てた。この神殿は後世第一神殿と呼ばれることになる。ソロモンの死後、部族間の構想により、統一体制は崩れ、やがて十部族がイスラエル王国として独立し、南のエルサレムを中心とするユダ王国と分離することになる。以後両国は盛んに争ったが、この戦争によって国力が衰えた。 北王国の首都サマリアは、紀元前721年には、アッシリアによって陥落した。アッシリアのサルゴン2世は、サマリアのイスラエル人指導層などを奴隷として、連れ去りまたは追放して、その土地にメソポタミアなどからの移民族を移住させた。ここに、イスラエル王国は滅亡する。この時こちから引き離された、イスラエル人たちは後に、失われた重部族と呼ばれている。 またサマリアにはアッシリア支配下の各地からの移民が移り住み、イスラエル王国の故地に残った、イスラエル人と移民との間に生まれた人々が、サマリア人と呼ばれるようになった。サマリア人は、根血したことや移民たちの信仰をユダヤ教に混交させたことから後に差別される存在となった。イスラエル分断後イスラエルとユダの王の系譜一方の南部のユダ王国は、 アッシリアの功能国として独立を保った。ヒゼキヤが王の時にアッシリアとの間に戦争を起こすが、前7 0 1年にはエルサレムが包囲され陥落されそうになり、和議を結んで再び功能国として独立を保った。前6 1 2年にアッシリアがシンバビロニアに滅ぼされたため、旧北王国の領土が解放された。 これを受けてヨシアは国内の宗教改革に取り掛かった。前6 2 2年に祭壇から発見されたとする新明記の記述に従って国内の祭儀と司祭制度を中央集権化した。前5 9 7年、新バビロニアのネブカドネザルがエルサレムに侵攻し、与野金王を含めた1万ほどのイスラエル人をバビロンに連れ去り捕虜とした。これは 1> 第1回の補修と呼ばれる。その後、ユダ王国はシンバビロニアの高能国となったが、10年後に、ゼデキア王が完全独立を試みる。だが、紀元前586年にはネブカドネザルによって、エルサレム城壁が崩され神殿は破壊された。ここに、ユダ王国は滅亡。この時もバビロンに多くが捕虜とされて連れて行かれたが、これは、第2回の補修と呼ばれる。 補修されたユダヤ人たちのバビロンでの生活はかなり自由であった。新バビロニアを滅ぼしたアケメレス朝のキュロス2世は紀元前538年にイスラエル人を解放する。だがバビロニアでの生活を捨ててエルサレムに帰還したユダヤ人は2から3割と言われている。それ以外の多くは自由意志でバビロニアに残留した。ペルシア王ダレーオス一世地下の紀元前515年。 ゼルバベルの指導でエルサレム神殿が再建された。これは第二神殿と呼ばれている。紀元前458年にエズラの指導の下で二度目の集団期間が行われた。また、ネヘミアとエズラとがこの時期国の整備とユダヤ教の形式等を固め、これが現代のユダヤ教、またはユダヤ文化へ直接に影響している。 ユダヤ人の民族外結婚を禁じたのもこの時であり、これによってユダヤ民族の独自性が今日にまで保たれている。紀元前333年にマケドニア王国のアレクサンドロス3世がペルシアのダレーオス3世を打倒するとユダヤ地方もギリシアの支配下に入った。ヘレニズム国家支配時代の始まりである。ヘレニズム国家による支配は 紀元前143年まで続くが、ギリシアの自由政策の元ユダヤ人による自治と宗教の自由は守られ国内の商業も盛んとなった。同時に、ユダヤ地方がギリシャ風のヘレニズム文化の影響を受けていくことになる。アレクサンドロス大王が制挙すると、その領土は将軍たちによって分割され、その支配をめぐる争いが起きた。 ユダヤを含むシリア地方南部は初めエジプトを領したプトレマイオス朝の支配を受けたが、この地方に手を伸ばすセレウコス朝との間で何度も戦いが繰り返された。この時代、紀元前3世紀の中頃、エジプトのアレクサンドリアにおいて聖書がギリシャ語に翻訳された。これを70人訳聖書という。セレウコス朝は数字にわたる戦いの末、 ついに紀元前198年にユダヤ地方を含む地域の支配権を獲得した。紀元前175年にはセレウコス朝のアンティオコス四世エピファネスがプトレマイオス朝を圧迫しアレクサンドリアも陥落寸前となった。ここにおいて急速に勢力を伸ばしていた共和制ローマが中東における巨大勢力の誕生を危惧して中東情勢に介入したため、 プトレマヨス朝は滅亡を免れた。このアンティオコス4世はユダヤにおいても、ヘレニズム化政策を強引に推し進め、エルサレム神殿での異教崇拝などを強要したため、ユダヤ人の反感は高まっていった。紀元前167年になると、祭司マタティアとその息子たちをリーダーとする反乱が勃発した。マタティアが亡くなると、息子のユダマカバイをリーダーとして戦闘が継続され、 紀元前164年にエルサレム神殿を奪回した。ユダの死後は兄弟のヨナタンが指揮を取った。この一連の戦いをマカバイ戦争と言い,い、この戦争のユダヤ人側の観点による記録がマカバイ記である。ヨナタンとその兄弟シモンは諸勢力との合唱連行を巧みに繰り返し、紀元前143年にはセレウコス長の影響を出して、 マーカバユケによる支配を確立させた。ここに実に数百年ぶりにユダヤ人による独立国家が回復した。この国家は、紀元前130年頃、セレウコ市長の支配力の増大によって一度は独立を失ったが、セレウコ市長の内紛によって再び独立を獲得した。シモンの息子ヨハネヒルカのスイは、父の死後、父の保持していた大祭司にして、 主張というユダヤ神権政治の権威を世襲した。このマカバイ家の世襲支配によるユダヤ独立国家を最始マタティアのソソフハスモンの中からハスモンアサという。ヨハネヒルカの水星は軍事的才能と傭兵の力によって支配領土を拡大することに成功した。ハスモンアサのやり方は伝統的なユダヤ人の反感を買うこともあった。この時期に ユダヤ教経験主義からエッセネ派、ファリサイ派、サドカイ派が起こり、特にエルサレム神殿再思想を中心としたサドカイ派と在家で民間基盤のファリサイ派の対立が激しくなる。紀元前89年頃の東地中海及びオリエントヨハネの子で親サドカイ派のアリストブロス一世が初めて王の称号を名乗った。以後、弟アレクサンドロス・やナイオス、 さらにその死後、親ハリり最派の妻、サロメ・アレクサンドラは、息子ヨハネ・ヒルカノス2世を大祭司に立てて統治した。サロメが死ぬと、ヨハネ・ヒルカノス2世が王位を継いだが、弟アリストブロス2世は武力に物を言わせて、これを奪取。王位についた。紀元前63年には、ローマのポンペイウスが中東へ遠征してきて、セレウコス朝を滅ぼした。当時のハスモン朝は、 ヨハネ・ヒルカノス2世とアリストブロス2世の争いが続いていた。両勢力はローマへの接近を図るが、ローマは無能なヒルカノス2世の方が区別にふさわしいと考え、支援したためアリストブロス2世は死に追い込まれた。ユダヤはこうしてある程度の自治を認められながら、ローマのシリア属州の一部となった。この時期、ローマに取り入ってユダヤの実権を握ったのは、 ヒルカノス2世の武将で、エドム人系のアンティパトロスであり、ユリウス・カイサルからも、区統地を委任された。紀元前43年にアンティパトロスが暗殺され、息子ファザエロスとヘロデが後継となってからも親、ローマ路線を取った。カイサル暗殺後は、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスへ味方し、フィリッピの戦いで、カッシウスらが敗北した後は、マルクス・アントニウス、アクティウムの海戦で、 アントニウスが敗北した後はアウグスティスへ従った。紀元前40年、先の王アリストブロス2世の息子アンティゴノスが好きに、常時でヒルカノス2世とファサエロスを捕らえると、ヘロデは辛くも脱出。ローマに渡って支援を要請した。ヘロデはユダヤの王という称号を認められ、エルサレムに帰還してアンティゴノスを撃破。 紀元前37年に捕虜となったアンティゴノスが処刑されハスモンアサが滅亡し、ヘロデが快祖となるヘロデ朝が成立した。大王と称されたヘロデは純粋なユダヤ人でなかったので、ヒルカノス2世の孫マリアンメ一世を妻にするなど、ハスモンアサの血統を利用しながら、自らの正当性を確立していった。そして不要となると、ハスモンアサの血を引く人々を全て殺害していった。 再疑心に取り憑かれたヘロデが、紀元前4年日に,にまみれた生涯を終えると、その息子たちによってユダヤは分割統治された。ローマは、ユダヤ王の称号を、ヘロデの息子たちに与えず、ユダヤ、エルサレム、サマリアを、ヘロデ・アルケラオスが、ペレヤとガリラヤを、ヘロデ・アンティパスが、ゴランとヨルダン川東岸を、ヘロデ・フィリッポスがそれぞれ統治した。結局、アルケラオスの失勢のため、 ユダヤはローマの総督による直轄支配となった。ローマ帝国はユダヤでサンヘドリンに宗教的権威を認めながらも政治的権威を与えなかった。ユダヤは総督の支配に置かれたが、総督たちがユダヤ文化を軽蔑し、失勢を繰り返したこともユダヤ人の反感を募らせた。その間、ヘロデ大王の孫アグリッパ一世がユダヤの統治をしたこともあったが、 死後はまた総督直轄に戻された。66年、ついにユダヤ人の不満が爆発し、ここに独立を目指して、ユダヤ戦争が勃発。しかし70年には、ローマ軍が半年にわたって、エルサレムを包囲し、兵糧攻めにして、ついに陥落、神殿も破られた。115年からは、キトス戦争が起き、132年には、バル国場に引きられた反乱が起きた。 バル国馬はユダヤの独立を達成し、キリスト教徒を除く全ユダヤ人からメシアであると承認された。彼はエルサレムで2年半の間イスラエルの大公として統治した。彼の広告は135年にローマ帝国によって征服された。大きな反乱が続発し、ユダヤ人の統治の困難さに手を焼いたローマ人はユダヤ地方からユダヤ職を一掃しようと考え、 ユダヤ人が意味嫌っていたペリシテ人の名前を取り、この地方をパレスチナと名付けた。ユダヤ人たちはこれ以前にもすでに広く、ローマ帝国内や各地に離散していたが、ここに再び多くのユダヤ人が離散を余儀なくされ、長いディアスポーラの時代が始まった。ローマによるエルサレム神殿破壊の結果、神殿祭に中心の古代ユダヤ教は終焉し、以後ユダヤ教の学問の中心は、 ガリラヤ地方に移り、ファリサイ派の伝統を下地に、今日の現代ユダヤ教にまで発展する、ユダヤ教の原型ができた。山が鉄尾2003、P28、40から41、加藤隆二2008、P51 から52、山が鉄尾2003、P42、ピーグルロ百9 8 2 P52 から53、山が鉄尾2003、 P44 から46、山が鉄を2003。P49 から52、アーノルド2005。P87、山が鉄を2003。P24 から25、山が鉄を2003。P52 から55、山が鉄を2003。P17、山が鉄を2003。P15 から16、山が鉄を2003。 P29 から31、関根正夫約や九1969、P144、山賀哲夫2003、P27、加藤隆二2008、P90、加藤隆二2008、P35 から36、山賀哲夫2003、P58 から60。ありがとうございます。